試合前にサポーターの皆さんに良い試合を見せたいと言われて入った中で勝利を手にすることができました。どんな90分だったと振り返られますか？まずは本当に、ホームで勝ててファンサポーターに勝ち点3を届けることができて非常に、嬉しく思います。選手もね、本当にハードワークしてくれましたし、まあ、もっともっと良くなる部分はあるので、そこはまたトレーニングしていきたいなと思います。今日同じく試合前に攻撃のギアをも上げたいというような話をされていましたけれども、この点においては今日の試合というのは表現できたところどうだったでしょうか？まあ、できたところとできないところが、ありましたね。まあ、そこに関してはまだまだだなというふうに本当に率直には思います。もっともっと、アップデートして、いいものを提供できるようにしたいなと思います。今日はリーグ戦で手塚選手初スタメンとなりましたけれども、今日の選手選考において一番大事にされたところというのはどんなところだったんでしょうか？まあ、勝つための、11人を選んで18人を選んで、もうそれだけですね。今日はセットプレーからの2得点となりました。今後に向けて、まあ、セットプレー以外のところでもという思いは強いですか？そうですね。まあ、ただ取れるんだったら何でもいいかなというふうには思ってます。ただそのバリエーションを、数多く持ちたいなと思ってます。また連戦という形になります。次は岩田戦の、ルヴァンカップ、それから鹿島戦へと続きます。今後に向けてサポーターの皆さんへお願いします。また足を運んでもらいたいなと思います。本当に、ホームでは、いい試合をして、勝ちというものを、ね、たくさん届けたいと思いますので、また、僕らの背中を押してほしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、という川井監督でした。川井監督について選手たちが話をしていたんですけれども、はい、川井監督は言葉がすごく新しいという話をしていまして、はい、相手陣内で奪い返すことをハントするとか、そう表現したりと、でミーティングで動物が狩りをする映像を流して意識付けしたりとか、アプローチがちょっとやっぱり独特だったり、そこがまた新鮮で入りやすかったりするんでしょうね。まあ、監督によっていろいろあると思いますけども、まあ、すごくこう信頼できていろんなものを吸収できる監督だと思うので、まあ、そういうところのこう信頼関係ってところがプレーに出てると思いますし、あとまあこうファンサポーターすごく大事にして、まあ、今日ホームで勝てたってことがすごく良かったっていうところが、まあ、川井監督らしさだなと思いますけどね。そうですね。まあ、本田選手はまあ怪我をしてメンバーには入りませんでしたけれども、まあ、サポーターの皆さんのこのコメントです。まあ、アカデミー出身で愛されてる選手ですからね、本田風一はね。いや、そうですね。僕もこう中学校年代から知ってる選手なので。あ、そうですよね。はい、だからこう彼にも本当頑張ってほしいですし、まあ、怪我しましたけども、まあ、さらにこう一回り二回り大きくなって、はい、プレーの幅も広げて帰ってきてほしいなと思いますね。そうですね。